アビントン軍区はアメリカ合衆国ペンシルベニア州東部のモンゴメリー軍の軍区であるフィラデルフィア市の北縁に接している2010年国勢調査での人口は55,310人だったモンゴメリー軍ではローアーメディオンタウンシップに次いで2番目に人口の多い自治体である人口密度は3,603.3人平方マイルでありこれは チェルトナムタウンシップに次いで、軍内、第2位である。アビントンタウンシップは1700年より前からの歴史があって、モンゴメリー軍で最古クラスの町であり、1704年に法人化された。軍内最古の輸送路、工場、境界がある。これら古い企業や交通センターが、現代のアビントンの前身だった。アビントンには、ウィローグローブパークモールがあり、いくつかの小企業や、 軍内の大手雇用主のいくつかがある。今日アビントンを構成する土地は、1680年代に、ウィリアム・ペンが、レナペ属インディアンから購入したものだった。その後の10年間で、一握りのヨーロッパ人、開拓者が、サスケ花ストリート道路とオールドヨーク道路の交差点にヒルタウンシップを構築し、住んだ。この町は、その他の名前でも短期間過ごした後に、1704年、 アビントンとして法人化された。名前の由来は不明である。1734年の調査では、土地所有者42人が数えられた。アメリカ独立戦争の時、エッジヒルで小さな戦闘が起こった。いくつかの機関が、その存在の大半を通じて、アビントンにあった。アビントンの法人火事期以前から運営されていた、アビントンフレンズ学校の当初の祖先は、 現在の校舎に使われている。アビントン長老派協会は町の初期に開設された。最初の建物はなくなったが、墓地は現在も使われている。1885年、町に鉄道が開通した。最初の駅舎は1873年に現在のノーブル駅がある場所に建てられた。アビントンシニア高校とフォックスチェース農園が、 アメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、領域全面積は15.5平方マイルであり、この内陸地15.4平方マイル、水域は0.1平方マイルである。アビントンには、下記15の地区がある。これらの地区は、非公式、未法人家地区であり、おおよそ1000局と小学校の位置に相当している。 地区としての識別とは別に、その重要さは、郵便制度である。さらにこれら地区のある部分は、実際に、タウンシップの地区として認識されている。土地の市民組織には、クレストモントクレンサイド、ハリウッド、ロワー,ーハンティンドンバレー、マッキンリー、ライダルメドーブルック、トールツリーズの各市民協会がある。これら協会は多摩数年に交通サミット、奇数年に、 経済サミットを開催している。このサミットは、町の企業の成長を阻害する交通混雑を排除することに力点がある。ペンシルベニア州交通省の交通緩和ハンドブックは、地方で交通諮問委員会を結成して、町の安全性を改善するための方法を、地方政府と協業して進めることを推奨している。2010年国勢調査時点での人種別人口構成は、 白人79.7%、黒人12.4%、インディアン0.1%、アジア系4.9%、根結2.1%、ヒスパニック系3.2%となっていた。以下は2008年時点の国勢調査局推計地であるアビントンタウンシップには主張がいない行政委員会が収めており、その委員は タウンシップ内15の選挙区から各一人が選ばれている。委員会の議長は委員の5選で選ばれ、タウンシップ政府の長として務める。アメリカ合衆国会議員の選挙でペンシルベニア州第13選挙区に属し、衆議会会員では第153選挙区に属している。2004年、ペンシルベニア州出身の政治学者、ジーテリー・マドンナ博士とマイケル・ヤング博士が、 アビントンタウンシップを政治的に特に興味ある先行指標だと言った。つまり今後の国政がどうなるかを地方レベルで占うものだと言っている。アビントンタウンシップの経済は圧延後半、化学品、金属製品とプラスチック製品の製造が主である。アビントンタウンシップの2012年包括的財務報告書によればタウンシップ内の主要雇用主は次の通りである。 アビントン記念病院とホリーリディーマー病院はタウンシップ内にある。アルバーソープ公園が、アビントン地区にある。アビントン芸術センターは現代美術の美術館である。アビントンの公共教育はアビントン教育学区が管轄している。以下は小学校7校のリストである。中学校はアビントンジュニア高校であり、その上級はアビントンシニア高校である。 私立高校としては、メドーブルックやアビントンフレンズ学校がある。ペンシルベニア州立大学、アビントン校のキャンパスは、ライダル地区にある。もともと1950年にオゴンツキャンパスとして、開学されたものである。1960年代に起きた、アビントン教育学会、旋風事件は、学校での聖書教育の是非を問うたものであり。 アメリカ合衆国最高裁判所はこれを違憲だと判断した。教育学区内の学校は現在一連の改修、改築が行われており、最新式かつ洗練された建物に変わりつつある。ありがとうございます。